グアルネリ、またはガルネリは、イタリア、クレモナ出身の弦楽器製作者一族、または彼らが製作した弦楽器の呼称。口述の通り、単にグアルネリといえば、バルトロメオ・ジュゼッペ・デル・ジェズ・アントーニオ・グアルネリの製作した弦楽器を指すことが多い。グアルネリ一族中でも、最も名声の高い、バルトロメオ・ジュゼッペ・アントーニオ・グアルネリの制作する、バイオリンは、胴の中に貼るラベルの意匠に、イエス・キリストを表すアイチェスの3文字と十字架を組み合わせた、ベルナルディーノの印と呼ばれる当時流行のロゴマークを採用したため、俗に、グアルネリ・デル・ジェズ、ラテン語読みでガルネリウス・デル・ジェズもしくは単に、デル・ジェズと呼ばれている。ニコロ・パガニーニが愛用した1742年製、デル・ジェズ、イルカンノーネ。制作された本数は200丁あるいは300丁程度と伝わるが、同等の評価を受けるストラディバリの作品と比べ、絶対数が半分以下と少なく、黄金期とされる晩年15年間の作品はさらに限られるため、取引額はストラディバリ以上になることも珍しくない。特に、ビュータン以来歴代名演奏家の手を経てきた1741年製、デル・ジェズ、ビュータンは、バイオリンにおけるモナリザと称され、2012年の取引で約1600万ドルの値がつき、1721年製、ストラディバリ、レディ・ブラントを超える史上最も高額で取引された楽器となった。デル・ジェズの造形は、バイオリンの理想形の一つとされている。そのため、近現代のバイオリン職人たちもデルジェズの模倣を多数制作している。現存するデルジェズは大部分が著名な演奏家に使用されており、使用者や元使用者あるいは所有者の名前を冠したものが多い。こうした逸話はデルジェズの楽器を愛用したパガニーニ自身についても伝えられ、真偽は不明である。スタジオジブリ制作の映画、耳をすませばの中には、主人公が図書館の資料を読みながら、この人、牢屋でバイオリン作ってるというセリフを口にするシーンがあるが、この逸話が参照されていると考えられる。A 杯、ストラングマーケット、エクスペンシブバイオリンズプロスパーブログ、ザ・エコノミスト、ディセンバー2、2013。2014年3月8日閲覧。メーカープロフィールタリシオ、2016年6月23日閲覧。ビオリニー、エーゼノア、コムーネ・ディゼノア。2018年4月28日閲覧。吉備三大名こと PK、歴史&演奏。2014年12月18日閲覧。ヤウリナ・サトメイことから、奥上なり、布地。水天蔵観察室。2014年12月18日閲覧。AB1730 年製デルジェズ、エクス・クライスラーは1926年に、クライスラーの手に渡り、1952年に連邦議会図書館へ寄贈された。一方、ビッタ男爵は1958年に、ゴールドベルクの所有となり、1993年に彼が亡くなった後は、スミソニアン博物館に所蔵されていたが、スミソニアンの改修に伴い、未亡人であるピアニスト、山根ゴールドベルク・美代子は、連邦図書館へ寄贈を決めた。2007年の調査でこの2つのデルジェズの裏板は1本の同じ木から取られた双子のバイオリンであることが確認され、図書館では基本的に並んで展示されている。https://www.log.gov/ihas.20015595/abcdef これらの楽器は、現在デイビッド・フルトンのコレクションを構成している。フルトンは、シカゴ大在学中に、学生オーケストラのコンサートマスターを務め、情報工学者として、マイクロソフト社の副社長としての活動後、希少弦楽器の収集に注力するようになった。1698年製、ピエトロ・ジョバンニ・グアルネリ、エクス・シャピロから始まった彼の収集は、ストラディバリウスよりもガルネリウス、特にデルジェズに重きを置いた、世界有数のコレクションとして知られ、これらの他に1738年製デルジェズ、ケンプ、工程を所有する。http://www.shelescorner.com/collector.html ケンプ皇帝はパガニーニの演奏に感銘を受けた皇帝ナポレオンが側近である使節副官ジャン・エルヌフのために同様の楽器購入を依頼し、パガニーニが選定してナポレオンの手元に届けられたという歴史を持つ。フルトンコレクションの多くは、リチャード・トネッティ、ジェームズ・エーネスら若手演奏家へ貸与されている。ありがとうございます。